はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、お好み焼きのチャレンジメニューでございます。僕の動画ではね、なかなか珍しいと思うんですが、僕自身ですね、東京の足立区というところ出身でして、地元柄といいますか、場所柄ね、うちの親父がね、外食行くぞってなったら粉物とか鉄板焼き屋さんにね、行くことが結構多くて、子供の頃から馴染みのある料理ではあるんですよ。ただですね、なんでか少なかったね。確かに僕の動画ではほぼないかもしれない。今回ですね、挑ませていただくチャレンジメニューの方が5キロのお好み焼きなんですけれども、いろいろなね、具材をトッピングしたとんでもないデカ盛りみたいでして、ちょっとですね、お店さんの方からいろいろと詳細をいただきました。お好み焼き以外にもチャーハンだったりとか、お肉、目玉焼き、まあ、そんなね、具材がもりもりみたいでして、本当にね、ここ最近は質とか気にしてね、食べてない食材もいっぱいありますんで、今日はですね、自分にわがままにご褒美として、その5キロのチャレンジメニュー挑んでいこうと思います。はい、ということでですね、本日いただきますチャレンジメニュー到着いたしました。こちらでございますね。とんでもないサイズでございます。サイズだけではなくてですね、ラスカルフラグもさせていただいておりまして、ありがたいですね。改めまして、こちら本日いただきますチャレンジメニューの方が、お好み焼きの盛り合わせで総重量が約5キロで、制限時間が50分となります。で、一応ですね、成功の場合は、無料ってことなんですけれども、ただもちろんですね、場合によってこのご時世ですし、まあ原価的にもね、いろいろありますので、変動がある可能性がございます。で、一般の方には販売してないんですけれども、もしですね、撮影したいって方がいらっしゃいましたら、お店の方にですね、一度詳細の確認をしていただければ間違いないかと思います。焼き物はね、出来たてが一番うまいと思いますので、早速チャレンジしていこうと思います。すみません、もしよろしければなんですけど、3秒前ぐらいから掛け声いただいてもいいですか。お願いします。3、2、1。ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきます。タイマーは今日は大丈夫。よしよしよし。ちょっと早速ね、まあ、ちょっとこの可愛い旗は取らせていただきまして、うわ、どうしようかな。ヘラでいっちゃいますか。もったいないですね。なんか綺麗で崩すのがちょっとね、せっかくなんで温玉は後で取っときたいんで、ちょっと上から、うわ、熱々だこれ。よいしょ。めちゃくちゃうまそうですね。もうこのソースの香りね、ちょっといただきます。うまこれまたさ、生地ももちもちふわふわなんだけど、しっかりしっとりしてるタイプなのよ。これ余裕だな。最後までペロッといっちゃいそう。ご褒美だ。これはもう完全にご褒美。まだ段階は早いですけど、せっかくなんでね、1枚目の残り半分で温玉1個割っちゃいますか。これちょっとこっちのカメラ映る。うわどう、これめちゃくちゃうまそうじゃないですか。これはさ、反則だって。やっぱソースと卵って合うね。でも
こんだけ鉄板もの粉もの食べてると飲みたくなっちゃうよね。うん、今のところ本当にね、生地がトロトロでふわふわなんで、後半きつくなるのかなとは思うんだけど、もしかしたら下の方にさ、結構ヘビーな子たちがいるのかもしれないね。うん、よいしょよいしょ。うわ、1枚どかしたところ、ちょっとカメラで映ってるか分かんないんだけど、焼きそばだわ。ちょっと次手前行きますんで、確かにこの焼きそばゾーンとかになってくると腹に溜まってくるかもしれないな。ちょっと急ぎますか。実はこれ今日のお店さ、うちから車で30分かかるかかかんないかなのよ。こういうの通いたくなるな。うちの妻連れてきてね、チビも連れて、家族でいいな。ということで、続いてこれ手前のちょっと取らさせていただきますね。みんなにそろそろ焼きそばが見えると思うんで、よいしょ。どう、みんな見て、この下全部焼きそばよ。これもうちょっと順次食っていかないと。あ、待って、ちょっと待って、ごめん、先のネタバレになっちゃうかも。これもしかして下にもお好み焼きが入ってる可能性がありますね。ほじくったらちょっと見えちゃったよ。うわ、そばうまっ、うまい、うわ全部うまい。お好み焼きも行きつつ、このウインナーかな、行ってみちゃっていいですか、一緒に。あ、うまっ。ということで、ただいまですね、3枚目のお好み焼き完食させていただきました。てっぺんに乗っかってたお好み焼きはこの4枚目でラストになるかな。はいはい、お合わせて焼きそば食わないと。やっぱ、うん、やっぱこの一番下にお好み焼き入ってるし、このお好み焼き一番でかない？これ全体あるよ、このお好み焼き。最後の方にね、このどでかいお好み焼き来るのはちょっと面食らいますね。うん、僕もちょっと手前の方にですね、たこ焼きが入ってました。あ、うまっ、うまっ。他のお好み焼きに比べても紅生姜効いてるからさ、この合間につまむたこ焼きめちゃくちゃうまい。うん、うまちなみにこれ今いただいてるのは餅系ですね。一番重いかも。うん、でもちなみに今何分、俺から見えてないんだけど、15分ぐらい経つのね。なるほど、楽しみすぎてるのかもしれない。そしたらですね、今焼きそばはほとんど食べ終わりましたんで、どでかいね、下に潜んでたお好み焼きいっちゃいましょう。半分ずつかな。なんか違う？
これみんなカメラで伝わる、これチャーハンというかご飯ですね。うわラストにこれ渋いですね。目玉焼き残しといてよかったわこれ。炭水化物に炭水化物だね。うわうまっ、あうまっ。これあれなんですね、ご飯物の上に乗ってる焼き物はお好み焼きじゃないですかね。お好み焼きなんですけど、ネギ玉ってお醤油で焼いた。あなるほど、はい、だからこれすごい和風なんですね。ソース味っていうか、はい、卵多いさ、お野菜多くてめっちゃうまい。この部分もみなさんガーリックチャーハンです。最高にうまい。これやっぱうわちょっとソース追加しましょうか。これうわでマヨと、やっぱ普段だったらさソース足したりマヨ足したり重くなるからさ、チャレンジメニューとしてはきつくなるんですよね。だからだいたい足さないんだけど、やっぱこれはね粉物ですからどんどん足しましょう。いやうまいな。味変にブラックペッパーで、あうまっ。そしたらあとですね、まあ、いろんな具材は残りつつもうこの大きいブロックで言うとこれが最後ですね。待ってここまでで今何分よ。うわ時間見てなかったけどこれ確実に楽しみすぎてるね。すいませんコメント欄で怒らないでいただけると幸いです。ただいまですね、チャーハンゾーンは全て食べきりまして残りはこの辺りの具材のみですね。よいしょ。あのお店の方からですね、最初食べる前にこの量だったらどこら辺までだったら楽しめますかとご質問いただいたんですけれども、最後まで楽しめました。これはねちょっとみんなに食ってほしいです。もちろんあれですよね、もともと通常の営業でもいろんなお好み焼きの種類とかもんじゃとかもあるんですよね。でこれみんなちょっと楽しんでください。本当にね美味しい、美味しくて最後までチャレンジっぽくなかったです。ごめんなさい。ごめんなさい、ちょっと最後もし行けたらなんですけどお願いしても大丈夫ですか。はい、ぜひ。ドライゼロをもしいただけたら、それを頼んだ挙句食べきれないってなったらもうねそれは良くないから頼まなかったんだけど、もうここまで我慢したから行っていいですか。すいません。ありがとうございます。ごめんなさい、すいません。いただきます。
さあですね、本日最後はですね、届いた目玉焼きと具材と残ってるねドライゼロで締めさせていただきます。うわ、ごちそうさまでした。はい、おお、わあ、ありがとうございます。うますぎた。ということでですね、本日のチャレンジ結果は38分と16秒という結果になりました。改めまして、ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、お好み焼きあんずさんで5キロのお好み焼き盛りというのかな、とんでもない量のね、お好み焼きいただいてまいりました。ごめんなさい、まあ、チャレンジなんですけれどもね、やっぱ久々ということでもう本当に美味しかったので、こちらドライゼロも注文させていただきました。いや、今回のねチャレンジメニューに関しましては本当に最後まで飽きないようにということで、いろんなねお好み焼きだったりとかトッピング工夫がされているそんなチャレンジメニューでございまして、大食いに対してすごく愛を感じる素晴らしいチャレンジメニューでございました。もちろんですね、通常の営業の際にはこういったデカ盛りではなくて、通常のこのお好み焼きだったりとかもんじゃ焼きだったりとか、他一品もの鉄板焼きものなんかも多数美味しい料理メニュー、フードメニューがございますので、皆様もですね気になった方はぜひこちらのあんずさんで美味しい料理食べてみてください。唯一、今日反省点を述べるのであれば、楽しみすぎました。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらはですね概要欄の方からぜひチェックをしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。んじゃね。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。まず最初に言っときます、すいませんでした。チャレンジメニューなのに楽しみすぎました。いやね、久々にこんなに粉物を食べましたよ。僕もともと大好きだったんですけどね、まあしばらく我慢してたりとか、あとは食べる機会もなくてですね、なかなか食べてなかったのよ。やっぱ娘がねできると小さい間こう鉄板のお店とか行くのも危ないじゃない。だからやっぱ行けなかった、食べれなかった、だからこそ幸せでした。なので許してください。次のチャレンジこそはですねガチガチにやりたいと思います。ということで本日の米編コーナー、この辺りで参りたいと思います。本日はですね、前回公開させていただきましたキリュウさんの動画より2つほどコメントをご紹介させていただきたいと思います。まずは1つ目、動画のね後ろの求人募集の方にまかない食べ放題と書いてありまして、これ最高ですよね。あの僕の大好きなキリュウさんのラーメンがよ、もちろん働いた上での報酬ではあるんだけれども、てかむしろ働いた後の疲れた体にあの濃厚なね最高にうまいラーメン食べたら幸せすぎると思うな。やっぱりですね、こう飲食店で働く上でこのまかないって大事だと思いますよね。せっかくねいただくのであれば、まあもちろんその好きなお店のね好きなメニューをね食べたいなと思いますし、やっぱりこういったラーメン屋さんっていうのはね、まあ、特にこう自分が好きなお店で働いたりする方も多いから、まあこの自分のお店のねメニュー食べ放題っていうのはすごい特典だと思います。ただまあさすがにねちょっと大食いの人がもし食べ放題になってしまったら、むしろ時給よりも高えわみたいな、まあ、そんな感じにねなっちゃうので、僕らは控えつつもですね、まあぜひ気になった方はキリュウさんの方ですね、求人募集してるみたいですので、気になる方は連絡してみてください。はい、ってことで本日2つ目の米編、結構ねやっぱり昔から味玉の断面見たいっていうコメントがいただくことあるんですけれども、やっぱりね僕ら大食いがこうデカ盛りを食べるとき、しかも僕ってね味玉は絶対最後に食べるので、そうするとねやっぱり火が入っちゃって最初に提供された硬さとは違う感じになっちゃってることが多いんですよ。
で、それをね、動画に出してしまうと、そのお店の味玉、これぐらい硬くなっちゃってんだ、みたいな、思われるのが、やっぱり良くないし、嫌なのでね、基本的には出さないようにしてるんですよ。じゃあ、あの並盛り、その時ぐらいは見せてよっていうご意見あると思うんですけれども、ごめんなさい。これはね、僕のわがまま、YouTuber 的には絶対出した方がいいんだけど、そのまんまかぶりついて一口でいきたいです。まぁちょっとね、今後は、並盛りをね、何杯か食べるときは、最初だけね、割って、その後とかは、こう、一口で自分で食べるみたいな感じにね、しようかなと思います。確かにね、トロトロの断面美味しそうですしね。まぁいろいろ考えてみます。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。